カラーコンタクトレンズの一例カラーコンタクトレンズとは角膜に直接接触させて使用するコンタクトレンズに茶や青などの色彩やデザインを施した器具であるカラーコンタクトレンズには視力矯正用カラーコンタクトレンズと視力矯正を目的としないカラーコンタクトレンズがあるオシャレ用カラーコンタクトレンズはソフトコンタクトレンズしか存在せず材料として ヘマが使用されている。着色方法は、感情着色が行われており、着色を薄くヘマに溶かし込んだもの、表面に着色剤を印刷したもの、着色剤をヘマ材料の間に挟みサンドイッチ構造にして包み込んでいるものなどがある。これまで、おしゃれ用カラーコンタクトレンズは雑貨の扱いであったが、目の障害が多発したために、おしゃれ用 カラーコンタクトレンズも視力補正用カラーコンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象となった。カラーコンタクトレンズは特に10代から20代の若い女性に人気である。その最大の魅力は様々な色やデザインを楽しみながら自分好みのおしゃれな目元を演出できることにあり、近年は色やデザインのバリエーションが充実している。これまで コンタクトレンズは視力補正用がメインだったが、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの登場で視力が悪くない人もファッションの一部として楽しむことができるようになった。読者に高い支持を得ているカリスマモデルや読者モデルの多くがカラーコンタクトレンズを使用しており、モデルやタレントとタイアップしたカラーコンタクトレンズも多数販売されている。その他の使用例としてテレビドラマや映画、 演劇などで特殊メイクなどと共に俳優が使用する場合やコスプレにおいてコスプレイヤーが使用するなどが挙げられる。製品評価技術基盤機構が眼科への聞き取り調査によって平成20年7月にまとめた視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズに関する調査報告書によればおしゃれ用カラーコンタクトレンズの使用により生じため 障害報告は167件で、目障害を引き起こす。原因の多くは、誤ったお手入れの仕方や、送用時間などの使い方に関する理解が不十分で、あることも、明らかになった。報告された目障害これら障害の原因について、これらのように、その多くは、使用方法の問題により生じたものであった。その一方で、といった、 いわゆる品質の問題と考えられる原因もあった。おしゃれ用カラーコンタクトレンズが目障害を生じた要因として、使用者が視力補正用コンタクトレンズの使用経験が少なく、また、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの購入時にコンタクトレンズが有する危険性の説明が行われていない実態が明らかとなっている。そのため、使用前には専門医の指示を仰いだり、 使用上の注意をよく読んで適切なケアをすることが重要になる。おしゃれ用カラーコンタクトレンズはこれまでつけまつげやカツラなどと同じ雑貨品扱いとされ品質について国の基準が設けられていなかったため安価な商品が量販店や EC サイトで販売され失明にもつながる重大な目の障害が発生していた。こうした状況を受け経済産業省と 厚生労働省はおしゃれ用カラーコンタクトレンズも一般のコンタクトレンズと同じように2009年に薬事法で品質や販売方法を規制された。規制後は一般のコンタクトレンズと同じように材質やレンズ面のカーブの度合いなどについて厚生労働省が定める安全基準を満たすことが求められている。また2011年2月4日以降は 厚生労働省が承認した品目のみが流通している。ありがとうございます。